はい、1505回始めます。8月23日水曜日の朝方です。もうちょっとしたら5時かなっていう感じです。あのね、私もうちょっとね、実は喋ること今日あったんですけども、もう疲れちゃってね、暑いし、うん、あの帰ります。これでそこそこ喋ったんで、うん、もう無理せずね、アラフィフになったらもう無理せず帰りますよ。帰りますよっていうか、無理は禁物ですね。明日から私ちょっと仕事ちょっと連勤に入るんでね、疲れると思うんで、やっぱりね、睡眠大事なんで、今から帰ってお風呂入ってご飯食べて寝ますよ。うん、早めにね。あと今日あれだね、高校野球の決勝、仙台育英対慶応、これね2時からあるんでね、それも見たいなと思って早めに寝ますよ。はい、ということで、みんな今年はスポーツ最高だね。なでしこジャパンも面白かったしね、半年ぐらい前ね、12月ぐらいでしょ、ワールドカップあったね、男子のね。それも良かったね、日本ね、スペイン、ドイツ撃破してね。あと WBC ね、日本優勝しました。大谷翔平 MVP ということで、その後も大谷が強い強い強いじゃないや、すごいすごいね。今ホームラン王でしょ。ホームランはもうほとんどぶっちぎり、10本差つけて、あと打率3位、打点3位、防御率3位みたいなね、どんだけすごいのっていうこの人。うん、本当に今年はスポーツ最高だね。今世界陸上もやってるしね、やっぱコロナで溜まってた分、なんかスポーツイベントね、真っ盛りだね。あとバスケのワールドカップ、ラグビーのワールドカップも控えてるし、あと10月になればね、サッカーのアジアの予選ね、二次予選、北朝鮮とかねシリアとかね、ミャンマーとかね、日本の組は本当悲惨な組なんだけども、内戦国、紛争国、独裁国ばっかりじゃないか、これ大丈夫、生きて帰れんのっていうようなね、国ばっかりなんだけどね。え、スポーツはすごいね。阪神もなんかぶっちぎりでトップみたいだしね。いや、今年スポーツ面白いね。はい、なんとか宮城県人としてはね、仙台育英2連覇してほしいなと今日ね、なんとか早起きして、どんな時間に早起きなのっていうね、私もリズムなんですけど、応援したいなと思います。で、今回これね、喋って帰りますよ、1505回。はい、最後、まあよ、今時だなっていうニュースです。タクシーね、タクシー、私全然乗ってないね、タクシー。これね、タクシーなど車外に掲示されている運転手の名前とか顔写真がネット上にね、拡散される事例が相次いでいることから、国土交通省は今月から車内に名前など個人情報を掲示する義務をなくしますっていうことで、いい判断だと思いますよ。まあ、タクシー私乗んないですけど、あんまり、個人の、ね、名前とか出てますね、名前とか顔写真、それこそっと写真撮られて、マナーの悪いっていうかね、態度の悪いっていうかね、ムスッとしてる運転手さんとかいた時に、写真撮られてネット上にね、立ち悪いのだったらネット上にもう出されてしまうと、顔写真付きで名前がすっと、もうね、一度出たらもうほとんど回収不可能ですから、拡散されて、大変なことに、ね、なるっていう場面があるっていうことで、これね、何回か前、何回か、ずいぶん前かな、喫茶店ね、喫茶店の店員さん、名札、今までつけてたんだけども、外しますみたいなね、例えば名字だけだったのを、ニックネームだけ、下の名前だけとかね、ニックネームだけ、愛称だけとか、そういうふうに変えるとこも、変えてるとこ、スタバだったか、ドトールだったか、ね、やってましたね、はい。あと例えばもう飲食店全般ですよ、マックとかそういうね、ファーストフード系もそうだし、あと小売りのね、イオンとかヨーカドーとかね、セブンとか、そういったところだって名札ね、あれからストーカー始まる場合もあるんでね、本当に個人情報っていうのはね、大切にしていかないとっていう意味で、このタクシーの、掲示義務っていうのを国土交通省が外すっていうのも、まあまあ当たり前の流れかなっていう感じします。本当にね、ネット社会すぐ、まあ私だってね、これインターネットに、これ YouTube ね、投稿してるんですけど、簡単にできるような世の中ですから、これはね、大変ですよ、一回ね、顔写真とか名前とか載ったら、はい、ということで、いい判断ですよ、国土交通省、遅かったぐらいです。タクシーや路線バスでは、運転手本人が、乗務していることを確認できるようにね、これまで名前、顔写真が表示された運転者証など、
掲示することが義務付けられていたと、うん、ね、最近になって運転手の対応の不満などを理由にね、乗客が運転者証を個人情報をスマートフォンで撮影しネット上に拡散する事例が起きているということ。東京に本社がある大手タクシー会社でも運転手の同意を得ずに撮影された運転手証が SNS に拡散される事例がこれまで複数件確認されていると。こうした事態を受けて国土交通省は今月から名前顔写真など運転手証に記載されている、記載する義務をなくしますと。今後は運転手に割り振られた番号が記載され、忘れ物があった場合などはこの番号や領収書から乗車した車両を、確認できますということで、うん、番号でね、まあ本当にその自分どんな車に乗ったかっていうのはね、その番号とかで覚えとけば、もしくは写真撮っとけばね、何か忘れ物したとかいう時にはしっかり連絡取れるっていうことで、それで十分だと思います。何もね、運転手証とかで実名と名前と、うん、晒すことはないですよ、このご時世、ネット社会ね、本当にね、ひどいね、お客さんいますから、なんぼでも世の中ね、やたらね、マウント取る人ね、客だっていうね、自分は客だ、偉いんだみたいな感じでマウント取ってくる人もいますしね、お酒に酔って酔っ払ってっていうお客さんもたくさんいるしね、うん、いい判断遅かったぐらいだと思いますよ。まあ小売りでも何でも実名は載せなくていいと思います。名字も何も、うん、ニックネームぐらいでいいんじゃないですか。あと番号とかでね、病院とかでもそうですよ。もうとにかく名札にしっかり自分の名前をはっきり分かるように書くっていう、うん、必要はないですよ。はい。ね、これ以上ね、悲惨なね、ネットにさらされてっていう事例なくなる、ね、増やさないように、ちょっと遅かったぐらいの国土交通省の判断だと思います。ということで、はい、まだまだ話すネタ、今日あったんですけど、早めに帰りますよ。無理しないでね。皆さんもまだまだ暑いんでね、ご自愛ください。私、ちょうどこの水筒のね、もう水分がなくなったんで、もう耐えきれなくて帰る感じです。早めに寝て、早めに起きて高校野球の決勝でも見ようかと思うんで、皆さんも無理は禁物なんでね、特にね、50過ぎぐらいの方、無理していいことないから、ね、無理せずのんびり行きましょうよ、気楽にね。残りわずかな人生なんですから。はい、終わります。1505回チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また会いましょう。6日後ぐらいに会いますね、今度ね。失礼します。